蘭風荘の客律子とピストル「南風荘」と小粋な表札の墨文字が潮風にさらされてぴょこりと浮き出して見えた律子は陽気のせいもあろうけれど 額にべっとり痩せの浮くほどせかせかと探し回った末やっとその南風荘を見つけたのだけれどさて探し当ててみると「あ,あここだわ」とつぶやいて立ち止まったきり急にはその表札のかけられた門をくぐろうともしなかったそして目をつぶるともなく薄めにしてじっと と胸の動悸を沈めていた。どこからともなく潮なりの音が風に乗ってくるそういえば吹く風にもすがすがしい潮の香りが満ちている南風荘はシーズンを間近に控えた湘南の海をすぐ目の下に見る小高い丘に絶好の地位を占めて建てられていた洋風2階建てのそれは 構えこそ大きくはなかったけれど見るからに勝者な感じと十分な敷地から受ける豊かさをたたえて明るい日ざしの中に静まり返っているのである律子は二三歩下がると日陰に立ってハンカチを使いながらその南風層の前景を険しい目を上げて見回していたそしていつか知らず知らずに その形のいい赤い唇を血の出るほど硬くかみしめていた「ここに滝山利介がいるのだわお父様を破滅させた滝山利介がここに呆然と構えているのだわ」そう思うと無性に息どろうしくなってくる静まりかけた胸の動悸がまたドキドキと高まってくるのだ 滝山利介は兜町にお店を持っていた律子の父に夜逃げ同様にして転げ込んできたのを助けられた恩も忘れ信用されたのをいいことにして敵方と組んでまんまと律子の父の裏をかき主家の没落の中で彼一人が平然と巨万の富を懐に笑いさえ浮かべて後ろ足で砂をかけていった男なのである。 この十分な敷地も勝者な南風荘もその卑劣な金で買ったに違いないそう思うと律子は見るも汚らわしい不愉快さがこみ上げてくる「もう二度と会うまい口など聞くものか」と胸の中で誓っていたのだけれど今ここにその南風荘を訪ねてきた自分を見返ると 子はまた唇をかみしめてしまうのだでもしかたがないわお父様のためだわ律子はもう一度その墨文字の浮き出した表札をにらむように見上げた私一人だったら死んでも来ないのだけれど少なからぬ負債さえ背負わされ リツコとたった2人住まいの父のところについ昨日思い出したように滝山リスケから手紙が来たのだそれは「大変お世話になった」などということが人並みらしく書かれその末に「一度配備の木を得たく」ついては誠に勝手ながら神経痛にて足元不自由のため接託の方に「 ご都合をよろしき説ご来光を下され騒楼話は「公人至極と存じ騒楼」などと書かれてあった律子は最初からそんな手紙などは眼中になかったのだけれど父が人の良い笑い顔さえ浮かべて「ごらん律子お前は。 いつも滝山のことを認否人のように言うけれどあれだって気の迷いということもあろうじゃないかきっと心の中じゃすまないと思っているに違いないよそれにわざわざこんな手紙をよこすくらいなんだからきっといい話でもあるに違いないといっても わしもこの体では。いいのよ、お父様。お体が悪いのに、そんなに遠くまで行ってはだめよ。第一、そんなにすまないと思っているなら来たらいいじゃないの。呼びつけるなんて名前来たわ。だって、お前、向こうも病気だというし。人のいい父親が顔をくもらすのを見ては、律子も、 それ以上強いことも言えなくなってしまうのだいいわお父様とにかく話だけあたしが言って聞いてくるわその上で改めてそうか言ってくれるか晴れ晴れとした顔を見ると「でも」とは切り出せなくなってしまう律子なのだ今もここまで来ても律子は 南風荘を目の前に見て足の進まない気持ちだったけれどそのまま引き返すわけにもいかなかった律子は決心したように汗をぬぐったハンカチをハンドバッグを開けて押し込んだそのハンドバッグの中には滝山から来た手紙とその下に鈍く光ったピストルが入っていたそれは 父の護身用だったものをこっそり忍ばせてきたのだ律子はそのピストルに目が触れると慌てて目をそらすようにしてハンドバッグの口金をパチンと音を立ててしめ静かに南風荘の門をくぐっていった「油切った滝山」 玄関に立つとすぐに女中が出てきて応接間に通された律子はいすにかけながら成金趣味のちうどを一つ一つ冷たく見回したそしてふとジャスミンのにおいの漂っているのに気がついて振り向こうとした時だドアが開いて滝山スケがひょっこりと入ってきたしばらく見ないうちに なお一層でっぷりとあぶらぎってあからん顔がてらてら光っていた滝山は似たりと愛想笑いをするとこれはこれはお嬢様でしたか大変ご無沙汰をいたしましていやしかしかえってお嬢様の方がご都合でしたわいさあまあおかけになって 立子は黙って立っていた。ハハハハ、ちょっと内密なお話がありますもんでしてな。さあ、まあおかけになって。それでも立子は黙っていた。どうも風の具合で砂が来るもんでしてな。滝山がそう弁解らしく言ったので気がついてみると、この陽気に。 ガラス窓も全部閉められていてそれを開けようともしないご用件だけ承りますわなるほどしかしそうお急ぎになることもありますまいおうちのつもりでごゆっくりしてくださいで、ね、いかがですかお父さんも大分ご不自由のように聞いておりますが 子はそのあまりしらじらしい言葉にちょっと二の句が告げなかった「誰が不自由にさせたのだ」そうできることならどなりつけてやりたい気持ちだった律子はカキのように黙り続けていた「やっぱり来るのじゃなかった」そう胸の中でつぶやき続けながらで いかかがですかねリツコさん。滝山はその厚ぼったい唇をペロリとなめると椅子から乗り出すようにして律子の顔をのぞき込んだお嬢様はいつの間にか律子さんに代わっているのだそういえば今女中が紅茶を持ってきた時に滝山がわざわざドアのところまで立っていったのはあるいは こっそり鍵をかけたのかもしれないねえどうです律子さんこの滝山理介は決してあなたに不自由はかけませんいやあなたの返事次第で何も昔は兜町で羽振りのよかったお父さんがあんなところにくすぶっていなくてもいいんです不足かもしれんがこの南風荘は そっくりあんたのもんにしてバカ。パシッという小気味のいい音がしたたかにテラテラした滝山の方でなったうん。椅子一つを隔ててにらみ合った滝山の目は獣のように光ってきたハッハハハまあ、たんとスネルがいいさしかし ドアは閉まっている窓も閉まっている呼んだって誰も来ないのだよ椅子をまわってじりじりと近づいてくるリツコの顔色は紙のようだったリツコの顔色は紙のようだった震える手でハンドバッグからピストルをつかみ出した そばによると、ピタリとつけられた重箱には、さすがに滝山もちょっとたじろいだ。しかし、すぐその重箱のふるえを見て取ったのか。まあ、そんなものはおしまいなさい。ゆっくり話したらわかるほどですよ。笑ってみせた。かと思ったとたん、びっくりするような身軽さで。 の手からピストルをたたき落とすように飛びかかったと同時に呆然と響くピストルの音むせっぽい火薬のにおいが部屋一面に立ちこめてしまったのだこの時ならぬピストルの音に女中が怖がって出てこなかったけれど初生の大川と庭木の手入れをしていた仕事師の玄吉と五市が 三人が力を合わせてドアを押し破って飛び込んできたそこにはじゅうたんの上にくの字になって息切れている滝山リスケとその傍らにまだ銃口から煙の出ているピストルを持った律子がぼうぜんと立っているのだった律子への疑惑 すぐ警察へ知らせたと見えて律子がぼう然とした夢のような気持ちから覚めてみるといつの間にか主任を頭に3人ばかりの私服の刑事がすぐ前に立って崩れるように椅子にかけている律子を鋭い無遠慮な視線でかわるがわる見下ろしているハッとして立ち上がろうとすると肩口をぐいっと押さえられてまた椅子の中に戻された 目だけで振り返ってみるとこってりとポマードに塗り固められた頭を嫌にテカテカと光らせた若い男が諸生の大川と並んで立っているのだ律子は邪剣に振り払うようにしてその男の手を肩から外したご親戚の方は捜査主任が言うとそのモダンボーイがは僕です このやられたのはおじで身寄りといってはおいの僕一人だけですお勤めですかいやその男は頭をかくようなしぐさをしてまだですこのおじの世話になってますお名前は滝山正蔵ですなるほどでこの人を知ってますか リツコをあごでさした。いや、知りません。うん。主任はリツコを見下ろすと。どんな用があってきたのだ。手紙で呼ばれたので、父の代わりに参りました。要件は。言えないのかね。このピストルはお前が持ってきたのだな。 はい。初めから撃つつもりだったのだな違います違いますピストルは私が持ってきたのですが撃ったのではありません私が撃ったのではありません律子が突然叫ぶように言って椅子から立ち上がったしかし周りの者のは承知しなかった第1に 諸星の大川が口をとがらすようにしてそんなバカなことがあるもんですかこの部屋でピストルの音がしたのでびっくりして飛んできたんですがドアにはちゃんと鍵がかかってましたそうですあっしどもが庭から飛び込もうとしたらなんせ窓もみんな閉まってますんでそいでこっち回って諸星さんと一緒にドアをぶち破ってそうですそして入ってみたら この人がピストルを持って突っ立っていてその足元にご主人が倒れていたんですうなずきながら主任は律子のピストルを調べたり銃口を鼻の先に持ってきて嗅いでみたりしたがこのピストルはたった今一発撃たれているしかもこの部屋は出入り口がどこにもなくて滝山氏とお前だけだそれでもお前は撃たんというのか 違います私が滝山さんを撃ったのではありません私が撃つ前に滝山さんに腕をつかまれてしまってその反動で引き金を引いてしまったのですから私が撃ったのは窓の方でございますけれど気がついてみると滝山さんが倒れていましたおおなんだかよくわからんね。しかし 窓の方を撃ったというからにはそう主任が皮肉そうに言いかけた時刑事たちとも離れて一人でさっきから部屋の中を何か探し回っていた男が制するように手を挙げたささん、んんまあ、こっちに来てごらんなない。なんだね、月沢君加藤と呼ばれた主任はちょっと鼻を鳴らすようにして。 あんまり邪魔をしないという約束じゃないかだいたい君がこういう場所へついてくるというのが困るんだがまあまあそんな嫌味は言わんことですね僕はまた加藤主任のために過ちを犯すのが見るに忍びないのでしてね何加藤主任はさっと顔に赤みを浮かべて肩を怒らした ハッ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 「いい <laughs> 月沢」と呼ばれた不思議な男はいかにも面白そうに笑うとだからまあちょっとここにおいでなさいここの窓ガラスが1枚壊れていますよ律子さんの弾はここに当たったんですうん加藤主任は口の中で何かつぶやきながら その窓の方に歩いて行った。なるほどガラスが1枚確かに壊れているぴったり身についた洋服をすっきりと着こなした月沢はめまぐるしい事件の真っただ中に放り込まれて半ばぼうぜんとしている律子のそに来ると「確か律子さんとおっしゃいましたねしばらくです」2 3年前 ちょうどこのいででごしたた、だきま月す。この滝山には随分苦しめられたでしょうね風の頼りで承知してお察ししていましたはあありがとうございます律子はそう言ってからちょっと問いかけようとしたが黙ってしまったそういえばこの美男な月沢の顔は見覚えのある顔だった しかしあのとき紹介された名前は確か他の名前だったようだけれどただ、月沢だけがたった一人この中で好意を持っていてくれるのだということは女の直感で分かっていたと、加藤主任がなるる。ほど、ガラスがいれている困惑したように振り返ったときだ。 おずおずとこの部屋に顔を出してきた女中があのそのガラスは私が壊しましたのです昨日お掃除をする時に粗相いたしましたああそうです確かにそうです正蔵もすぐに思い出したように言った書生の大川も確かにそうだと言った 加藤主任の顔が次第に晴れてくるにつれて律子は体中の血が足元に抜けていく気持ちだった律子は思わずよろよろっとよろめいたそしてちょうど後ろにいた正蔵に支えられるとふと鼻を打ったのはジャスミンの匂いだった月沢俊平 とににかく、く行のだ。加藤主任が律子の肩に手をかけた時だ待ちたまえ月沢俊平がポンとその手をたたくようにしてまた君は間違いをしようとしている何何が間違いだいや間違いだ考え違いをしているぞ君はこの律子さんが 本当に犯人だと思っているのかねむろん余計な口を出さんでくれたまえつまらんことを言うと私立探偵気取りの君から先に連れていく君自身の行動からして大体腑に落ちんのだおやおや八つ当たりだねまあそう興奮しないでくれたまえ僕自身の私的行動を感情に絡んでは困るよともかくそれはそれとして 現在この律子さんが犯人でない証拠があるんだ犯人でない証拠そうだいろいろあるはっいってみろよろしい律子さんのピストルは一発撃っているのだねそうだ確かに撃っているところがこの部屋では弾丸が2発撃たれている何 二発。そうだ一発は滝山を倒し一発は窓ガラスを撃ち抜いているだからその窓ガラスは女中が壊したと言ってるのがわからんのか待てそれも確かだしかし一度壊したガラスの上にもう一度また弾丸が当たっているのだ床にガラスの破片が落ちている。 それは、昨日から暇がなくて私が壊したままにしてありましたのですが女中がまたおずおずと口を挟んだ加藤主任はそれ見たことかと言わぬばかりの顔つきだしかし月澤俊平は平然としていたなるほどそのとおりですな床の中には吹き込んだ細かい砂が相当に入っていますからね そう言ってしゃがむと。しかしこの中にはたった今壊された破片も混じっていますそら、これを見てくださいこの破片は昨日から落ちていたらしく上に細かい砂のほこりが床同様に載っているばかりか取ったあとはきれいになっていますところがもう一つのこれは上に砂が載っていないばかりか 取り除けてみると床にはちゃんと砂ぼこりがついているじゃありませんかこれはつまりこの方の破片はたった今ここに落ちたばかりだ2度目のピストルの弾丸で壊された破片だという証拠ですねほうん、加藤主任もしかたなさそうにうなずいただから2発撃たれたつまり 1一発は滝山を倒し1発はこの窓を撃ち抜いたというんですよそれに律子さんのピストルで滝山がやられたのならすぐそばに接近していたのだから滝山の傷口には火けを受けていなければならんはずなのにそんな様子もないということは滝山は律子さんよりも遠くにいたものから撃たれたのだ滝山でも律子さんでもない もう一人のものが撃ったのだほうではそいつはどこから撃ったのかそれには二つの場合がある一つはこの部屋の外からもう一つはこの部屋の中でしかし待ちたまえその第一の部屋の外からというのは考えられない 庭から撃ったとすれば、庭師がいたのだから気づかれぬはずはないし、またそんな様子もない。すると、この部屋の中から撃ったというのかね。そうだ。ぞ、そんなバカな。この部屋には情がかけられて、二人きりしかいなかったのだ。上辺だけは、ね。じゃあ、誰かが気づかれぬように入っていたというのかね。 そうだ、その証拠がある。え、証拠があるあるが、それは後で話すとしよう。ふーん。加藤主任は口をへの字に曲げたが、じゃあそいつは何者だ。どこから入ってきたのだ。そりゃあわかりきってるでしょう。 窓が全部内側かかららら、閉められているんだからこの部屋の出入り口はドア1つだけですよしかしそれは不可能だドアには鍵がかけられていたそれは律子さんが入りそれから滝山が入ってからのことさするとだからそいつは律子さんがこの部屋に入る前に。 この部屋にいたのだこのの部屋にいたのだが人の来る気配がしたので慌ててあのカーテンの影に隠れたそこへ滝山も来て鍵をかけてしまったのでいよいよ出られなくなってしまったというわけさじゃあ泥棒まさかこの昼日なかにピストルを持った泥棒が人目の多いところで仕事をするものかね そいつはこの部屋にいてもそう怪しまれないような立場の者のなんだそのくせ人の足音がしたので慌ててカーテンの影になど隠れたのを見るとやはり後ろ暗いことをしていたらしいねとにかくこの応接間兼書斎のあのデスクの引き出しが少しばかり口を開けて中の紙入れがのぞいていたりピストルの革サックだけが 口を開けたままになって入れられているところを見るとこの家の中には相当手癖の悪いやつがいるらしいなつまりそいつがこっそりこの応接間兼書斎に入り込んで紙入れからいくらかを出径しついでにそばにあったピストルのサックが目についたので物珍しそうに引っ張り出したところに急に人の足音がしたそれで ピストルをしまままい返す暇もなくて、持ったままカーテンの陰に隠れた。そして目の前に演ぜられた騒ぎを見ている中にそいつにとっては素晴らしい明暗を思いついたというわけさその犯人はもう逃げたろうかいや逃げるようなことをすればかえって目立つからねそんなヘマなことはしまいさじゃあ この家の中に隠れているとでも言うのかねいや隠れているどころか現にここにいるのだえっ居合わせた者ははっとしてお互いに顔を見合わせた <laughs> 月沢は愉快そうに笑って23歩後に下がったあっと思った瞬間 物の見事に花瓶台をひっくり返してしまったのだ一輪差しは真っ二つに割れてたちまち水がじゅうたんに吸い込まれていくいやこれは失礼君ちょっとハンカチを貸してくれたまえ一番そばにいた正蔵は苦々しそうにポケットから絹のハンカチを出して渡した月沢俊平は悠々ゆうゆうとそれを押しいただいて おやいい匂いの香水ですねと言いながらそのくせ手早く絨毯を拭いてしまったのだ律子はその月沢の独り言を聞いてハッとしたしかし加藤主任はそんなことよりも犯人のことにばかり気を取られていたで月沢君犯人の目星はついたのかねついている 誰だそれは月沢は静かに手を挙げたあれだあれが犯人なのだ作者の回答月沢俊平が指さしたのは殺された滝山利介の甥滝山正蔵だった 肖像はさっと顔色を変えるとダットのように部屋を飛び出そうとしたしかしその時はもう一人の刑事にしっかり右の手首を押さえられていたのであるその男のポケットにピストルがあるから気をつけたまえよそのピストルの光景と滝山リスケの受けた弾丸と寸法がぴったり合えば文句はないはずだ <laughs> しかし どうしてこの肖像が部屋に隠れていたことが何でもないさあの男のキザなオシャレが身の破滅だったのさ部屋をよく調べてみるとカーテンの陰にジャスミンの匂いがプンプンしていたよ見渡すところそんな香水をつけるのは彼ぐらいなもんだからねでも最後にちょっとお芝居をして彼のハンカチを取り上げてみると案の定 ジャスミンの香水がたっぷりふりかけられていたというわけさそういえば律子も最初にあの部屋に通された時に感じたジャスミンのにおいそれから倒れかかって支えられた時の同じにおいを思い出したまあこんなことをしでかしたのも滝山スケが小遣いをケチケチしすぎたからだよ。 小遣い欲しさにこっそり引き出しを開けたところへ人が来たものだからカーテンに隠れていて最後におじをやってしまったのだ彼にしてみればリスケをやってその罪を他人になすりつけることができればこの莫大な財産をただ一人の地続きというわけですっかり受け継ぐことができるのだからねそれだけしゃべると月沢はさて では加藤君僕はここらで失礼するとしよう律子さんは非常に疲れているようだから駅まで送っていくからいやいろいろありがとう加藤主任は犯人を渡された上にちゃんと説明までしてもらったのですっかり上機嫌だった律子は月沢に伴われて嫌な思い出の南風荘を出た 道は、いかにも海浜らしい砂の道だったありがとうございましたおかげさまで助かりましたわいや何でもありませんよあのこの前お目にかかった時はほかのお名前だったように思うのですけど鶴巻健介だったですかねしかしその名前は金庫です 途端に目の色を変えてどこまでも僕を追いかけてきますよ。もうそんな悪い方には見えませんけど、リツコはそう言いたい気持ちだった。